お待たせいたしましたこれより株式会社ミツバ2024年3月期決算説明会を開催させていただきますそれではまず初めに会社側の出席者をご紹介いたします代表取締役社長執行役員北田勝義様でございます 代表取締役副社長執行役員武信之様でございます取締役専務執行役員日野貞美様でございます執行役員武井義明様でございます どうぞよろししくお願い,いたします本日の説明会の進行でございますがはじめに竹副社長から2024年3月期決算2025年3月期業績予想資本政策について続いて北田社長から 中期経営計画の実現に向けた取り組みについてご説明をいただきます。ご説明の後、皆様からのご質問を頂戴したいと思います。なお、説明会終了後、ご退出の際、アンケート画面が表示されますので、そちらへのご協力もお願いいたします。なお、本日のウェブ説明会は、 I.R. 活動の記録用として録画をさせていただいております。ご了承ください。それでは竹副社長、よろしくお願いいたします。はい、えー、副社長の竹でございます。本日は当社決算説明会にご参加を賜ままして誠にありがとうございます。 最初に2024年3月期決算および2025年3月期業績予想について概略をご説明申し上げます。まず前期を全体感としてこう概括いたしますとですね全体の流れでございますけれども当社連結の売上高はコロナ以前の実質ピークが2019年3月期 3, 3億円でございました、まあそのプロセスは、えー、グローバルでの自動車生産もですね拡大基調でありまして、まあ、当社のお客様も計画を見ましても、まあ、売上拡大に備える意味でも、まあ、当社としても設備や開発費を中心に先行投資をしてきたということでございます。し、えー、しかしながらその後 えー、経営環境を含めてですねグローバルに大きな変化が、えー、起こってまいりまして、まあ、当社としては、えー、選択と集中、えー、そして構造改革へと、えー、大きく舵を切ることが必須になりました、まあ、そういう状況にありまして2020年9月にジャパン・インダストラリ・ソリューションズ JS とお呼びいたしますけれども、えー、こちらを 引き受け先といたしまして種類株式によって200億円の資本調達を行ったということでございますこの資本調達はそういった意味で構造改革の資金の調達でもありますしまたコロナも含めてですね、危機対応資金とこういう位置づけでございましたその後この4年間 さまざまな形で改善改革も実行してまいりまして、まあ、その成果がですね前期の決算ある意味適正な付加価値として確保できるようになりましたしまたあの固定費の管理レベルもですねかなり高くなったなということで、まあ、収益体質企業体質としても確立されつつあるかなというふうに考えております。まあ、それに加えままししてて前期円安の恩恵もございまして 成果につながった1年だった年だううご覧のとおり四半期ごとの収益でございますけれどもあの第一四半期特に4月5月は中国日本中心にですねまだまだちょっと低調でかなり厳しいスタートではありましたけれども、まあ、その後日本米州この生産の回復もありまして えまたあの二輪のビジネスはですねアジアを中心に堅調に推移したということとまあ先ほど申し上げました円安え効果それからこの間やってきた改善改革ですねまあこちらが効いてまあ売上高としては3441億円とえ営業利益が211億円の決算ということでございます。詳細 見ていきますとまず、えー、連結業績でございますけれども今申し上げました売上営業利益、えー、でございます、えー、そしてあの営業外ですけれどもまあ、為替の影響もありまして為替差益が約16億円弱ですね、えー、ありまして経常利益が223億円ということでございます、えー、税前で税前利益レベルでございますけれどもまあ、最大の 実は特別損失がトルコのハイパーインフレによりましてです、ね、当社のトルコの子会社のインフレ会計適用がございましてこちらが連結で30億円強のです、ね、特別損失ということになりました加えて実現した構造改革と将来の引き当ても含めて構造改革として約7億円 プラスの方では有価証券の売却益が11億円強ということになってございます。最終の登記利益でございますけれども国内の収益の安定と所得の安定によりましてです、ね、税効果によりまして法人税等調整額が18億円国め税金資産としてです、ね、計上されておりまして 最終登記利益が137億円ということでこちらは最高益を更新することができたということでございます23年3月期と24年3月期の営業利益を滝図で並べたものでございます為替換算影響は各社の決算通貨の換算影響でございます為替を揃えておりまして 順調に冒頭申し上げましたとおり付加価値が増加をしてきたということであります。こちらはあの何といってもですね為替の影響もありますけれども継続してまいりました価格改善価格改定のですね実績が積み上がりまして価格改善とあのもちろん値引きの対応もしておりますけれどもその総裁でも約60億円 通期を通じて面積で改善効果を出すことができたということでございます。それからコスト側、人件費経費の部分でございますけれども、人件費としては30億円の増加と、こちらは賃金上昇、特に日本、アジアですね、こちらを中心にした賃金上昇で30億円コストアップということになりました。経費の ところは、えー、前々期かなりこのグローバルの物流網が混乱をして海上輸送費を中心にですね高騰したわけでございますが、えー、ようやく前期は、えー、コロナ前のレベルにほぼこう近づいてきたかなというところで、えー、28億円の益要因ということになりました。

いうことでございますこちらの数量背景もありますしそれから価格改善冒頭申し上げました価格改善の効果ですねこちらとそれからグローバルの税務管理体制をですね2年かけて再構築してまいりまして移転価格ポリシーによる収益バランスの適正化省流の変更こういったことを行ってきた結果も含めて 現れたものとといいうことでございます米州はブラジルが引き続き堅調に加えまして米州欧州とも価格改善効果により黒字を確保とそしてアジアにつきましてはさらに93億円ということで33億円の営業利益の増加引き続き二輪マーケットの堅調とインドマーケットもですねかなり この一年当社としても収益が上げられるようになってまいりまして成果ということでございますもちろんあのアジアはその他にグローバルに部品を供給している部品供給基地でもございましてそちらの収益も含めて93億円ということになりました苦戦してます中国です 中国については前々期に対して20億円ほどです、ね、付加価値が減少いたしました、まあ、それに対して人件費経費等の改善、まあ、圧縮で,です、ね、ほぼ同額を打ち消して前々期並みの12億円ということでございますこちらは当社のお客様別売上高の状況ということでございます 各お客様別に23年3月期24年3月期を並べたものということでご確認を賜ればと思いますそして当社の輸送用機関連事業における事業別売上高でございます輸送用関連事業につきましては四輪事業二輪事業電動化ソリューション事業の3セグメントで事業マネジメントを行っておりまして まあこういった結果ということでございます。えー、続きましてバランスシートでございます。まあご承知の通り、三月末はさらに円安ということで、それが現れておりまして、まあ現預金につきましては為替の影響だけでプラス五十一億円ありましたけれども、残としては一千二十二億円ということで、え。ー キャッシュフローを積み上げることができたということであります、えー、グローバルの物流混乱サプライチェーンの混乱以降ですねかなりあの内部のサプライチェーンあるいはものづくりの管理体制を強化してきてずっとこの棚卸資産はですね、えー、圧縮してまいりましたまあ、前期も為替影響ではプラス39億円が現れているんですけれども、えー、全然期待比41億円の減少と いうことで圧縮をすることができたということでございます。それから純資産のところにつきましては、為替換算調整勘定でプラス百二十八億円ということになりました。財務指標としては右下のところでございます。三月末自己資本比率で二十八点四パーセント、ネットディレシオで零点六倍と。 いう形でございますこれらも含めて連結のキャッシュフローでございます営業活動キャッシュフローが415億円ということになりましたこちらは利益在庫の圧縮含めてということでございますそれから投資活動のところも設備投資の引き続き抑制はもうございますそれから その他の52億円のうち有価証券の売却で約43億円計上しておりましてフリーキャッシュフローで362億円というのはこちらも過去最高ということでございます前期の決算については以上でございます続きまして今期25年3月期の業績予想ということでこちらでございます 中,中央のところですね、売上高3450億円ということで、あの数量はですね、えー、増加をする計画ではありますけれども、まあ、左下のにありますように、えー、ドルで135円、ユーロで146円ということで、えー、こちらについては保守的に設定、為替計画レートをです、ね、設定させていただいておりまして、売上としては横ばいということになります。 そういった為替の影響もありまして、営業利益は180億円。経常利益につきましては、ま金融コストもありまして160億円。当期利益は100億円という業績予想でございます。上期、下期のバランスについては、ま前期も特にそうでしたけれども、ま自動車マーケットの傾向もありますし、ま上期は、 日本の5月のゴールデンウィークですとかそれから8月のバケーションですとかいろんな影響が比較的出やすいものですから下期に改善効果が面積として効くこともあってこういうバランスということになってございます。この業績予想を前期211億円の営業利益との差異でですねたきずに表したものでございます。まずあの 決算をですね、為替換算した時の影響額でございます。えっ、ー、と、冒頭前前期に対して前期はですね、これが1億円ということで表示させていただいておりますけれども、えー、前期に対して今期の計画については8億円ございます。えっ、ー、と、前前期はドル決算、それからユーロ決算の会社の業績が非常に悪くてですね。 むしろ換算をした時のその悪さが相殺されて1億円ということでございましたが今期の計画は全て黒字で考えておりますのでその影響が8億円それから付加価値につきましてはプラス76億円数量増に加えましてまず為替の影響ですねこれは取引で出る為替の影響でございますけどこちらが 14億円と前期並みにございまして、ま為替だけで合計しますと22億円のま下振れ要因になっているということでございます。それから価格改定はま前期60億円程度のですね面積効果があったという報告をさせていただきましたけども、まその結果まそれ一時金もありますので全部がえ価格に 海底に反映ししておりませんし値引きもありますけれども4月1日の価格高さで通期の免期面積に置き直すとほぼ60億円強ということで前期プラスアルファ程度のですね影響がまだ効果として継続をするということで考えておりますそれから人件費の54億円の減少要因でございます。 まあ数量は微増ですけれども、まあ、人員としては大幅に増加をするというよりもむしろ横ばいで見ております、えー、ただ賃上げの影響はですねかなり大きくて、えー、前期比でざっくりですけど日本で日本エリアで30億円それから米州欧州で合算で10億円アジアでも10億円程度ですね。えー 人件費アップ要因とということになっております、えー、それから経費もです、ね、アップ要因ございまして、まあ、物流費あ<っ>一旦落ち着いてきましたけれど諸般の事情というのはいろいろな形で、えー、上昇傾向にありますしエネルギーコストの上昇も織り込みました、えー、こういったものに加えましてですね実はあの開発費も当社2020年度をボトムに、まあ、そこでかなり絞りまして以降 徐々に増やしてまいりましたけれども、まあ、この後の成長戦略を踏まえまして、まあ、今期はですねさらに10億円程度の開発費増をですね織り込んでいるということでございまして180億円の営業利益ということでございます続きまして資本政策でございますけどもでに5月10日の時点で開示をさせていただいているとおりでございますのでポイントのみ 報告申し上げますけれども、まあ、冒頭申し上げましたように、えー、JS から200億の調達をし、まあ、途中50億の償還をしておりますので現在150億円分の、えー、種類株式が残っております、まあ、こちらについてはですね、えー、この6月末をもって内部留保を原資にですね取得償却をさせていただいて。 ま当社としても経営の持続化にいよいよ向かっていくということでございます。一方でこのタイミングで,ですね、新規の種類株式で100億円の調達をいたします。まこちらはこれ以降進めていく成長戦略への投資資金ということと、ま現在走ってます中期計画中のですねリスクバッファーというか安定までの間の資本の備えということでございまして。 日本政策投資銀行様横浜銀行様も引き受け先として100億円の調達をいたしまして、まあ、今までの既存に比べて株式の非悪化リスクを低減するということで考えてございます。今申し上げた資本政策全体の流れはこういった形でございまして20年3月期には一旦既存した資本の部分をですね危機対応 プラスリスクバッファーと、そして構造改革資金ということで200億円調達し、この4年間やってまいりました。前期末で株式株式資本比率が21.1%ということでございます。このジェスさんからの種類株式につきましては200億のうち50億償還していますけれども、昨年の5月の段階で普通株式への転換権あるいは えー、譲渡制限が外れておりますので、まあ、この規約化リスクがあるということも含めて内部留保で、えー、取得却を行います、えー、それらを、えー、全体を確認しますと20年3月期に、えー、既存した資本に200億が入りでこの4年間においてはですね前、まあ、期の137億円が一番大きいわけですけれども、えー、利益を積み上げて。 えー、JIS への償還は償還プレミアムを含めまして288億円そして今回この100億円と当期の100億円を利益を入れまして期末株主資本比率で21.4%の出来上がりを想定しております。い、まあ、いろいろなことを検討した結果、まあ、その 資金調達金額の確実性を踏まえて、ですね第三者割り当て士という形を選択、これが最適ということで選択をさせていただいております。えー、種類株式の基本設計についてはこちらに記載のとおりであります。えー、その資金使途につきましては、こちらも記載とおりでございますけれども、まあ、将来成長に向かって、ですね4輪は熱マネ、シャーシー系、2輪は EB、システムやライフサポート。 こういったところにですね成長ポートフォリオへリソースをシフトしていくということでございますいろいろご説明しましたようにこの売上拡大設備投資の増大のプロセスから選択と集中構造改革そして固定費の管理というところを通じて地域計画に入ってます今期はその現中域計の2年目でございますので その施策を着実に達成してまいりたいと思います続きまして社長の北田より中継計画の実現についてご報告を申し上げますそれではあの社長の北田でございます中継の実現に向けてということでご報告を差し上げます、えー、まずあの。 構造改革の側面はですねグローバルの拠点再編、それからグローバル人員、特に間接人員なんですけども、これの最適化、それから PSI 管理、まあ、主には在庫の削減活動ですが、この辺については、ですねほぼ中継の計画通り、もしくは形で推移してございますので、本日はご説明は差し控えます。で代わってですね あのこの製品領域についてですねちょっと私の方からご説明を差し上げたいと思います。あのこのページにございますのはですねあの、まあ、あの大きなトレンドとして i c ーから電動化へという流れは当然認識もしてますしこれを踏まえたあの中継も作ってございますが、えー、少しだけあの中身についてのご説明をしたいと思います。 あの下のの表にあるのはですねまあ当社で作ってみんなで認識している表でございますのでちょっと説明をさせていただくとまず左にあの製品領域としてあの車の機能を走る曲がる止まるそれからあのボディを構成するあの視界確保機能でしたりそれから利便快適性を向上させる機能ですねまあこういったあの車の,あの機能領域をこう分けまして。 それから横軸には先ほどのトレンドのアイスとヘブベブまあそれからあの二輪の領域は E100 と書いてございますがこれはあのアルコール燃料にえとガソリン燃料とえ置き換えていくというような流れがございますのでアイスと EV の間に E100 というえとアルコール燃料100%というのを置かせていただいております。そういうい中で、 えー、このセグメントステーションができるんですけれども四角、えー、く囲ってある中にですね、まあ、色がございましてまずあの、えー、グレーのゾーンはアイスの例えば走るっていったところでぶつかる領域でございますけれどもこれは縮小を考えておりますそれから横ばいもしくは既存製品の進化ということで。 え少し成長も目指そうというような領域が緑色でございます特にあの既存商品を製品を進化させてそれでえ少し成長しようというのが緑の四角ででくくられた領域とということでありますそれからえそれ以外のところのですねえ水色の領域ですねあの走るの例えばヘブウェブの。 下にあるアンモーター BLM それから EOP 等が書かれている領域がこれがあの成長領域ということで、えー、全く新規のですねあの機能を持った、えー、と私どもの商品をあの開発して販売していこうという領域であります。でこの中でちょっとあの説明を差し上げたいのがですねあの、えー 緑の濃い緑の領域でしかもあの周りを、えー、と緑色の線でくくったところでございます。まあ、例えば、まあ、あの曲がるの領域の、えー、ベブに当たるところなんですけれどもこれは EPS を進化させる領域として考えております。こ、まあ、こういったところではです、ねあのまあ、電池をあの 車に装着するということでかなり重たい車がこの後増えてくるというのを想定した時に EPS としてはやっぱり高出力化が必要になりますしそれから一部はエーダスに対応するためですね運転支援をするための EPS の進化というようなことを想定しているということです。ですから今まで持っていたあの左にあるアイスの領域にある EPS と。 ちょっっと違ってですね、やっぱりあのバリエーションとしてはあの先ほど申し上げた高出力化の、えー、しかも高応答性のそういう EPS アクチェーターを作るというようなことであります。それからあのその下に行きまして、まあ、ワイパーシステム進化とありますがこれはェ、えー、ブによってですねかなりあの車としては あのまあ、燃費っていうんですかね電費と呼んでもいいのかな、まあ、そういったものの競争が始まってくると思ってますそうなるとあの空力のいい車が非常に必要になってきてそれで外観の,あのデザインがですねどうしてもあのフロントのガラスで言いますとかなりあの、えー、寝てくるっていうんですかねあのいうことで。 車車全体としてはこう薄っぺらいあの車になるわけですそれでガラスは寝て死んでしかもそうなってくるとガラスそのものは大きくなりますのでその非常にあの高払拭というか広い範囲を払拭しなければいけないそれからあのスペースのワイパーシステムのレイアウトの中でリンク要はモーターの回転運動を溶度運動に変えるあのメカニカルな仕組みのところですけれども。 これのレイアウトスペースがなくなってくるというようなことでございます。まあ、そうなるとあのモーターを2個使ってですね広いあの、えー、ガラスの面積を払拭するというような形の、えー、システムが必要になってくるということです。まあモーター2個使いのリンクレスというようなシステムになろうかと思います。それからその下の利便快適の Web、えー、ですとかヘブの世界でいきますと やっぱりあのアクチュエーターとしてです、ね、この今まではパワーウィンドウサンルーフパワーシートですとかそれから PTGPSD というようなあの商品が弊社にあるわけですけれどもここもですねさらにあの小型化が必要になってきてくる,るとあの思っております。 PTG ですねあのバックドアの開け閉めのと,ところの、えー、直接それをやろうとしますと非常にあの小型のですねモーターが必要になるとそれからシートアレンジ等の時にこう今までと違ってちょっとダイナミックな動かし方をさせたいですとかそういうあの要求も増えてくるというふうに、えー、想定をしております。ですから今まで持っている我々の,あの小型のモーターじゃなくて それよりり一回り小さくてパワフルな、しかもあのブラシレスですね。というような、まあ、静かでそれからいろいろなあの、えー、電波ノイズ関係の制約を受けた時に有利なブラシレスの小型モーターというようなものが必要になるということで、えー、技術開発に入っております。それから二輪の領域に行きますと E100 の下のところで緑の線をくくりました。 まあこの辺があの二輪のですねあの、えー、カーボンニュートラルって言うんですかねあのを向上しましょうと要は燃費を向上しましょうといった時に、えー、とこの、えー、アルコール燃料への代替というのが各 OEM さんバイクメーカーの皆さんがお考えになっておりましてそれ用のですね燃料ポンプというようなものが、えー、この後必要になるということであります。 でまあ、我々としてはあのブラジルですでに、えー、E100 用のです、ね、燃料ポンプはあの生産販売実績ございますがこの後あとインドでこれが起きた時にです、ね、あの少しあの、えー、と燃料配管のこうレイアウトがこう変わってくるというのも相まってブラシレスで小型でそして高出力というような。 燃料ポンプが必要になるということであります。まあこういったものもあのつなぎとしては必要かなということであります。それからあの水色のところは成長領域でございまして、まあ皆さんご承知の領域ということであります。それから次のページですが、これをあの我々の戦略を実現するためにですね、今行っていること、それからその結果の成果を少し あのご覧に入れたいいと思います下の表にあグラフにありますのがですねまずあのリソースの配分ですねますまず一番最初はあの開発の、えー、仕事のシフトということであの既存進化ですとかそれから全く新しい領域に、えー、今まで、えー、昨年度のパターンで言いますと9対1ぐらいの 比率でやってきましたでこれを2027年のこの中期の最終年度あたりになりますとこれが、えー、っと6対4ぐらいになりますかねまあこういうことであの弊社の,あの開発の人員ってたい1,000名ぐらいなんですけれどもグローバルでいうと1,500名ぐらいなんですがそういうあの総人数がこういった形で 9対1から9あの6対4ぐらいの比率にどんどんシフトしていくということです。それから次に起きるのがあの開発のですねあの人的なマンリソースのあの変化から次に来るのがこの設備投資の領域でございましてこれであのマネーの動きがこの既存の、えー、と 商品群から既存進化の商品群からだんだんこの新規に設備投資のボリュームをシフトしていくということであります。でその結果一番上にあるあのグラフになるんですけどもこれがあの売上だったりそれから収益面になります。でこれも、えー、なかなかあの車の場合はですねあのモ,デルイヤーあモデルがですね大体5年ぐらいの,あの期間であの。<laughs> 変わっていきますすのののでで我々の商品の入れ替えもですね少し遅れていくんですけれども27年の段階で売り上げで約10%ぐらいですかね、まあ、この辺がこの既存品の進化だったりそれから新商品に置き換わるとですからこれが次の中継の中継の5年でいけば、えー、おそらく半分以上がですねこのこの 既存進化だったり、新規に置き換わっていくというような。五年でございまして、まあ明らかにそういったことで。あの。えー、柱をですね。収益の柱を。あのどんどん。移していくと。いうような。ことを考えております。で以上お話申し上げたことを少し絵にしました。で。そういったあの大きなですね。あの。商品の進化。 変化まあ、まあ、ポートフォリオを変えていくというふうに、まあ、言ってもいいのかもしれませんがそういう中で考えているのがまず四輪の領域でいきますと、えー、左の領域真ん中の領域右側の領域というふうに分けましたで左側の領域はですね先ほどの説明の中で、まあ、縮小とか撤退を最後はしなきゃいかんというような商品群です。 これについてはあの戦略的な撤退縮小と書いてありますが、まあ、簡単に言うとです、ね、上手な幕引きをしていくということでございまして OEM との間ではあの納入供給責任をしっかり果たしていくということとそれからあの、えー、赤字にはしませんというようなあの考え方ですねですからあの供給責任を縦、まあ、に取るわけじゃないんですけれども これを果たす、それの大元の,あの収益の確保というのを、えー、OEM としっかり契約しながらあのビジネスをしていくという領域になります。それから真ん中の領域はですね、まあ、ほとんどが、えー、進化を余儀なくさせるされるといいますかあの少しは変化をさせてですね競争力を担保しなきゃいかんというような領域になります。 先ほど全、えー、ページで説明したように視界系を進化させたりですとかそれから EPS はここにちょっと記載がございませんがを進化させたりとかというような領域になります。それから小型の、えー、とアクチュエーターは一番左にありますけれどもこれもあの、えー、ともう一個、えー、その今研究開発を始めている超小型のです、ね、アクチュエーターが完成した時には。 この領域に置かれるのかなというふうに考えております。それから一番右側がですね成長領域ということでまあ熱マネだったり、それからシャーシ系のえっ、ー、とアクチュエーターを4輪出すことで次世代の柱に育てていくというような考え方でございます。で二輪のあのところもですね同じように三つの あの領域に分けて考えておりますでここもですねやはりあの、えー、既存の商品であるあのエンジン補給関係はですね徐々にあの左側の領域へこう移っていくというふうには考えておりますがまだまだあの、えー、グローバルなマーケットにおいてはです、ね、このエンジン補給関係はもう一稼ぎできる。 そういったあの機関が温存されているというふうに考えております。それからあのトウ,トウカキ類ですけれども、ここについてはやはりあのえっ、ー、とまあホンさんがおっしゃっているように、あのカーボンニュートラルそれから EV と並行して走らせるのがあの安全性ですね。安全性の追求というのは非常に重要でございまして、この辺のあのえっ、ー、とウィンカー類を中心とした。 投下機この辺の進化もですね非常にこう安全性をより高めてい、えー、くというような世界ではいろんな工夫がこの後されてくるというふうに思っております。それから <laughs>、えー、ここにちょっと記載がないんですけれどもあの燃料への進化は先ほど申し上げたとおりです。えー、もううう一つですねやっぱりあの燃費のの向向上っていうのがこの最終的な EV に向かう前にか前今あの バイクとしての商品魅力を作るために OEM さんのがあのいろんなところでアプローチを始めまして、それに対してあの弊社のそのアクチュエーター類が活躍するというようなあの場面をいただけるような流れができてます。例えばあの、えー、クラッチですね、バイクのクラッチのところをあの滑らかにすることで燃費を上げましょうですとか、それからあの えー、レンジエクステン,テンダーっていいますけれどもあのスタートダッシュする時の、えー、とモーターによるア,あのアシストですね、まあ、これを我々の、えー、ACG ジェネレーターですとかそういったものをうまくシステムに組み込んでいくとか、まあ、そんなようなことをあのこの後どんどんやっていくことが起きそうです。 まままだまだ活躍の場があるとといいうことでございます。それからあの一番右側の EV 駆動の領域もですねあのお客様といろいろ協議をさせていただいておりましてこの後いろんな進化それからいろいろなあのバイクのジャンルにおいてですねいろんなトライが始まるというふうに想像しておりまして我々としてはそういったところとうまく あの協議をさせていただくアライアンスをする、まあ、こんなような世界を作っていって、ですねこの <laughs> 2輪の EV 駆動に関してもしっかりとしたあのビジネスの柱を作っていきたいということであります以上です。